ワタミがまた法定時間を超える残業を要求したと報じられていますが、ワタミはどうして変わることができないのでしょうか。ブラック企業に勤める方に希望はあるのでしょうか。結局その飲食店みたいな安かろう悪かろうで続けてる限り、そのスタッフのその両親に頼ってこれくらいちょっとお願いできない、ここは時給ちょっと払えないんだけどみたいなので、その割とその気の弱い人はそれぐらいだったらやりますよっていうのでやってしまうっていうのが、どんどんこう同行して進んでしまうっていうのがブラック企業のまあ生息、その製造、その製造してしまう理由なので、なのでそこはもう変わんないんじゃないかなと思いますけど、要は結局その安かろう悪かろうの産業が潰れないっていう構造になってるので、さっさと潰しちゃえよと思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。